で、総選挙で1位になるってことは、ファンが金を使うこと、そして、もうニュースで散々報道されて、運営分も、メンバーたちも分かってたわけじゃん。あんな一人がさ、無理してさ、何百枚何千枚って買ってるっていうの分かった上でやってるじゃん。あ、あります。風船ごっこ。で、それでいて恋愛禁止だとか言ってさ、うん。やっぱりね。まあもちろんでも、AKB をやめ、やめれば、 恋愛ね、解禁ですよっていうのも、ファンも分かってたかもしれないけどさ。でもなんか、やっぱりさ、なんて言うんだろう。もちろんしょうがない。それはさ、人として、ね、いつか結婚ね、AKB やめて結婚するのは当たり前なんだけど、それは当たり前なんだけどさ。でもさ、A、今は AKB です。今、もう AKB 卒業したから、結婚も恋愛も OK ですってなんか、 なんかそれはまあファンからしたらわかファンも分かってはいるとは思うけど、なんかそういう変な一つ、一つの区切りっていうかさ、一くくりで、もう終了したから恋愛 OK だよみたいなさ。で、今は AKB だから、ね。恋愛も禁止だし、で、1位になりたいからみんななんかこう、私にハ課金してねみたいな、なんか空気出してるわけじゃん。うん。で、それで終わったからもう知らないです。結婚します。じゃあね。な、なんかそれもさ、それもなんかちょっと、 どうなのっていうとこあるでしょう。うん。それもちょっとどうなのって思っちゃう人いると思うんですよ。うん。アイドルは恋愛禁止、彼氏がいないから応援されてたみたいなとこもあるわけじゃん。前田敦子って AKB 卒業して6年経つ。え、そんな経つんだ。え、もうそんな経つのそんな経つんですか俺つい2、3年前ぐらいのイメージあるんだけど、え、もう6年も経つの 真夏のサウンズグッドっていうね、僕が一番大好きな AKB の曲があるんですけど、それがあっちゃんの最後の曲だったんですよね。なんか眉にバトン渡すみたいな演出のプロモがあったんですけど、ダンスバージョンじゃない方は。うん。あ、もう6年も経つんだ。俺なんか2、3年前のイメージあったもん、まだ。ええー、そんな経つんだ。はあ、なんか、早いよね。なんか時間経つの。時間経つの早くない うん、そんな立つんだ。あー、とく目のものだったガラクコ来たおいが、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 アラブのア気キをあぶり出さ、あぶりアさ、あそこサあそこアあそサか、あそアか、あ花火以上のアイテムが来てしまった。<laughs> 宝箱来ちゃった、マジか。

来たーマジっすかー、チョーありがとうございます。あ、ちなみに塾長さんではないです。あの名前見てますけど、僕。<laughs> まあ、名前誰かは言わないけど、僕は誰だかわかってますけど、ちなみに塾長さんではないです。うん。なんか、うん。あー、どうかなおいが、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 アラブのア木キあアビつぶアビリりつぶりつぶりアぶりつぶりあっきありつぶ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  超マジか超アょーあマジか還元率いくらいや、これ実はね、花火のが還元率高いね <laughs>。これ、実は <laughs>。あー得意おいがおいがおいがアラブだって今日アラブア,アラブがとうありがとうありがとうあありがとマジっすか、マジかフィーバー来た。アラが 実はね、これね宝箱よりもね花火の方がね還元率いいからねうん実はあでもね宝箱は10個まとめ買いするとあの、花火と同じ還元率になる花火確か10発買うまとめ買いと一緒のあれにはなるんだけど単,単発で買うと花火1個買うのとあのなんだっけこの宝箱買うんだったら花火の方が還元率よくなるの、ま、とめ両方ともまとめ買い10個買いすると両方とも同じ還元率になるんだけど そう,そうですね。招き猫が還元やばい。そうだね、招き猫が還元率よくて、これが今まで過去最高だったんだけど、実はもっと還元率がいいのがあったんですよ。この招き猫よりも還元率いいやつが、なんかあの、たまにやってる、なんかこう、セット売りみたいなのがあるのね、その時に花火セットみたいなのがあって、花火セットが実はそのセットで買うとなんだけど、 その、招き猫よりもちょっとだけ還元率が高くなるの、数パーセント。で、さらに、この前やってた、なんだっけ、あの、花火祭りみたいな時あったじゃん。あの、なんか、レインボーダンスみたいなのがある時。あの時のやつが、あのー、さらに上を行った、還元率がね、一番、さらに良かった。過去最高だったんですよ。で、さらにその、レインボータイムみたいな時になった時に、あの、レインボータイムじゃなくて、なんだっけ、<laughs> なんか、ダンスタイムみたいなさや、あったじゃん。ファイアーダンスタイムみたいなやつ。うん。 あの時が、もの、本当に過去最高の関係だったね。うん。まあ、でもね、あの、めっちゃ高いっすね。あの、この、招き猫が関係ってマジで高い。それでも。うん。<laughs> 第3位ぐらいですかね。<laughs> うん。<laughs> いや、マジか。ほんとね。 静止画出してアイテムもらってる配信者を批判,さし,て批判してたのに自分でやっちゃうんだ。え、それは別にいいじゃん。<laughs> それは別に良くない。だって俺別に普段さで、そこじゃねえんだよ俺が言ってんのは。俺が言ってんのはそこじゃないんだよ。ね。<laughs> もうマンスリートップ組っつうのは、俺が言ってたのは常に静止画じゃん。常に。俺別に常に静止画じゃないじゃん。それはたまには静止画配信しても良くない別に。たまには。 <laughs> 俺別に普通に外配信とかもするし、動画配信するじゃないですか。うん、で、なんか企画とかもめったにやらないけど、たまにやったりするじゃん。俺が言ってたのは静止画配信だけで常にね、毎回毎回静止画配信で企画も何もしないで、リスナーを楽しませるっていう気持ちが一つもないようなやつのことを言ってただけで。別にたまにはいいじゃないですか、俺も。うん ああ、東北、なんか、なんか、おいが、おいが、おいが、アラブとアセキは、アリーツ、アリーツ、そうたけ、アサルトさん、アサルトさん。あら、ー超、マジっすか、超。来た、これ、マジっすか。これ、たぶん、そうですね、宝箱まとめ買いのやつでしょうね、これね。うーん、こんだけ投げてるってことは、やっぱり、なんか十個まとめ買いの、か、方かな、やっぱり。 そう、あのね、これね、宝箱はね、単発で買うとね、還元率悪くなるんで、あのね、花火単発の方がね、嬉しいんですよ、実は。<laughs> でもね、まとめ買いすれば、あの、還元率がいあの一緒になるんでねは、花火10個と。うん。そう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 。<laughs> いやー。<laughs> いやー、まじかー。ありがたいわ、これは、ほんとに。<laughs> うん <laughs> およし、じゃあ、次枠いこうか、これ。延長すると50円かかっちゃうからなー。もったいなくない、50円、毎回。もう、あの、無料チケットとか特に使い切っちゃったからさ。うん、え、これ延長した方がいい 50円くらいいやでもさ、あれこれ考えようなんだよね。延長するじゃん。うん。延長しますか、じゃあ。うん。じゃあ延長しよっか。<laughs> 延長しちゃった。ああ、50円払っちゃったよ。いや、これさ、結局考えようなんだよ。なんかさ、アイテムをこんだけもらって、ね。うん、ま、あ正直今いくら稼いだかっていうと、あのー、今22,561円来たんですよ、こっちに。 うん、でもさ、それでこんだけ稼いだんだから、ね、リスナーがわざわざこう、次枠行く、なんつうのこう、手間とか考えて、リスナーのね、気持ちを考えて、延長しようや、こんだけ来たのに50円ケチるのかって結構言われるんだけど、物は考えようだと思うんですよ、うん。だってこんなの次枠取ればいいだけだし、それで50円違うんだよ。うん 逆にみんなが投げてくれたさ、ただでさえ運営にぬかなり仲抜かれてるのに、でまあ、投げてくれる人って、やっぱ僕の、ね、こ,うことが好きだったり、配信ありがとうって気持ちで投げてる人多いと思うんで、まあ、塾長さんみたいなパターンは違うと思うけど <laughs>、あれは完全な金持ちの道楽だと思うけど、でもまあ基本的には、ね、あの俺のことを、ね、いつも放送ありがとうって気持ちで投げてくれる人が多いと思ってるんで、僕は。うん だからさ、それで僕の収入になるっていうのも理解した上でやっぱ投げてくれてると思ってんですよ。うん。で、やっぱそういうね、みんなからのこう、あれですよね、運営から、ただでさえ、かなり抜かれるのに、<coughs> まあみんなからの還元率を上げたいなって気持ちは